ここにはかまどを置きまくって、あ、やばいやばいやばい、なんか外がうるさいぞ。はい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 、誰こんなに鐘鳴らしてるの。うわー、びっくりした。え、人参、ケンアタロ、なんでそんな色になってるの。朝起きたら体が急にこの色になっててさ、おう、おう、マジか。あ、でも確かになんか下濃いね。徐々になんか上に濃くなってってる。で、なんか俺いろいろ本で調べたら全部が真っ赤になったら爆発して死ぬらしい。怖っ。じゃあ帰ってください、ケンタロウ。ここで爆発されても困るんで、え、帰ってください。死んでいいの。ねえ、爆発して死んでも一緒に動画撮れなくなるけどいいの、爆発して死んで。じゃあこれなんとかしないと、ケンアトロ数日後に大爆発。うん、数日後かもしれないし、数時間後かもしれないし、今かもしれないね。怖いって。ちょ、じゃあ帰ってください。いやー、お願いだからなんとかしてさ、この赤くなっていくの止めてほしいんだよ。まあそうやな、ケンアトロが爆発して一緒に動画撮れなくなるのも嫌だし、ここ爆発されても困るから。わかった、仕方ない。体をさ、元に戻す方法一緒に考えよう。ちょ、はい、出てください、ここ危ないんで。ちょちょ、シュシュ言って、シュシュ言って、シュシュ言ってる、シュシュ。わざと。よし、よし、殺せばいいか。もう殺せばいいか。よいしょ、大丈夫、今のとこ大丈夫か。シュシュシュ言うな、バカ。はい、ということで皆さん、ケナ太郎がなんか人参みたいになりました。ケナ太郎によるとね、これが真っ赤になっていくと爆発するらしいのでね、今からこのケナ太郎の爆発を阻止していこうと思うので、皆さんチャンネル登録高評価お願いします。あとちょっとで10万人でーす。待って、体がジンジする。え、ちょ、爆発するんじゃない。ちょ、お前あっち行け、あっち、お前来るな、こっち、こっち来るな。見てて。何、これやばい、こうなるんだ俺。何、あ、赤くなった、やばい。もう数時間しかないんじゃないそれ。お姉ちゃん助けてよ。無理でーし。まあとりあえずいろんな方法を試してみるか。どうしよう、まずはちょっとケア太郎の状態を調べるか。何が原因で赤くなってんのかなこれ。え、何も覚えないの。わかんないよ。ちょっと叩いてみる。叩いたらなんか戻るんじゃね。どう、あつ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 、なんか、え、火が出た気がする。え、ケア太郎やばいんじゃない。ポチ、熱っ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 、おい、ケアだろ、ぶつかってみていい、ほら、熱っ熱っ熱っ、お前、ちょ近寄らないで。え、ごめん、お兄ちゃん、熱っ熱っ熱っ、ちょ、殴ったら余計燃えるから。やばいよ、ケアだろ、大爆発、マジかじゃん。どうしよう。わかったわかった、この石を取って、ケアだろ、危ないから。どの石、ちょ、近い、燃えるから、熱っ、行って。はい、じゃあ、ケナタ、ここに危ない子なんで、はい、ここ入って。はい、何するつもり。よいしょ、 OK。 はい、これで、これで大爆発も大丈夫なんじゃない。大爆発しても大丈夫って何。じゃあ、街は大丈夫かもしれないけど、俺は死ぬんだよ。だから一緒に動画撮れなくなるんだよ、大爆発したら。そうだけど、一応念のためにとりあえずケナタはここ置いて、俺が解決策探るから。分かったよ、早く。肉食べるとか、はい、食べてみるね。どう？ええ、なになになに。こんな。おい、何すんだ。本当に死ぬぞ俺。うわ、出てきた。なんでこんな俺のこと閉じ込めるんだよ。いいよ、もうお兄ちゃんと一緒に動画撮らない。じゃあごめん。いいこと思いついた。水辺があればいいんだけど。あ、あった、あそこ水辺あるわ。こっちこっち。ここだが、けど、あ、めっちゃいいじゃん、ここ。これ見て、深いし。確かに水、他の間もなんか体がさ、すごい水を拒絶してるんだけど。なんで？大丈夫かな？大丈夫、ここに入ったら多分いつも通り水色になるから、勢いつけて。搭載されるか。入るよ。行け、ケア太郎。せーの、ザバー！どうなった？あ、あれ？ちょ、なんだ？ちょ、あれ？ケア太郎！ケア太郎が入った瞬間、水が全部黒曜石に変わったけど、あ、出てきた。え、これまさか俺がやったの。ケア太郎、もうお前マグマみたいな熱さってことなんじゃない。いやー、来るな、熱いから来るな。え、大丈夫、やばい。何、
何？爆発も近いかも。え、あー、うわー、あれめっちゃ赤くなったくない？え、やばい？梅干しじゃん、もうけなたろ、色が。くそ、どうすればいいんだこれ。ちょっと家にさ、なんか役立つアイテムないか見てきてよ。そうだね、ちょ、見てくるわ。とりあえずなんか使えるもん持ってこようか。よし、家ついた家ついた。ここら辺に、あったあった、氷とかで、こっちにはね、ポーションがあるんだよね。あったあった、ポーション用のスプラッシュ瓶、これとか水バケツをとりあえず大量に持っていくか。これぐらい用意すればいけるでしょう。あ、なんか来てる。はい、おお、あか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 、何？あれ、ちょっと熱い、この距離でも。なんか若干熱いよ。やめてやめて、燃えるから。ここうち木だから、木だから燃えるから。こっちこっち、大丈夫そう？体調は。実はさ、ちょっと見て、これ俺が作ったんだけどさ、この池、さっきまで黒曜石になっちゃってたじゃん。はいはいはい。それがとんでもないことになってて。何？はい、見ても嫌いにならないでよ。嫌いにはならんけど、治るかな、水で。で、え、ちょっと待って待って、燃えて燃えて。え、キャトル熱くないの？全然もう分かんない、感覚が。温泉みたいな感じ。どんだけお前熱いんだよ。分かった分かった、キャトル、こっちこっち、どこ行ってんの？あ、怖い怖い怖い。ちょっとこれ一回かけてみようかな、スプラッシュ瓶。はい、どう？お、あ、効いたんじゃない？体が痛い。痛いよ。暗い、どうだ？なに？なに？ちょ、え？てか、お兄ちゃんが変な一体かけたせいで凍らせた。なんで俺のせい？やっぱり燃えてる燃えてる。この氷の部屋に閉じ込めたら、気になったら大丈夫なんじゃないかな。いいよ、あ、いいよ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 。ひんやり？ケナタロのために氷の家を作ろう。氷で囲んだら爆発した時も大丈夫なんじゃないかな。遅いなー。ちょ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 、性格も変わった？性格もなんか荒々しくなってるんだけど。溶けちゃった。え、嘘だ、溶けてる、なんか周り大暴れしてる、大暴れしてる。やばい、溶けてる、いろんなとこ溶けてきてる、もう。ちょ、水ここに入れまくろ。どうだ、これならいけるんじゃないか。これでも無理ならもうどうしたらいいの。これ大丈夫そうかも。あ、気持ちいい。とりあえず今はすっとぶしのぎにはなってる。よかったよかった、収まらないかな。あっつあっつあっつ、元大統領です。よし、戻ってきた。あ、なんかすごいことなってる。大丈夫、こん中いるのかな。ん、じゃあ横、あ、なんか冷凍保存されてる。どうしよう、これもう氷がダメならもうどうしていいか俺わかんないんだけど。またなんか、またのが痛い。え、大丈夫？どうなってなんか、角生え出した。大丈夫？全然大丈夫じゃないでしょこれ。無理だよ、ケナ太郎、ごめんね。もうなんでそんなこと言うの、お願い、なんとかして。なんか知らないの、ケナ太郎。待って、え、さっきの村にね、神様が住んでるの。神様？神様はこの世の全病気について知ってるって言ってて、はいはいはい、その人が見せてくれた本にその病気のことが書いてあったの。神様にさ、俺の病気治す方法聞いてきてくんない？俺があの村行っちゃうと、ほら、あんな風に丸々になっちゃうからさ。確かに。わかった、ちょっと誰かわかんないけど、あっちの村ね、ちょっと行ってくるわ。うん、ありがとう、早く行ってくる。うー、怖い怖い怖い、暴走してる。よし、とりあえずちょっと皆さん村に向かいます。よし、着いた着いた、村だ。ん？何あれ？なんか村になんか一個すごい立派なお家あるけど、絶対あれじゃない、神様いるところといえば。すいません、お邪魔します。よいしょ。あ、なんかいた今。すいません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 。お、お、神様っぽい。あ、もしもーし、あの、お、誰かのお主は。あ、神様ですか。わしは神様じゃ。お、神様で会ってたんだ。うちの弟がなんか真っ赤っかになっちゃって、どうにかして直したいんですけど。かか、耳悪いな、この神様。かかかって言った？真っ赤っか。かっぱまき。おい、神様ちょっとボケないでください。痛いのなんじゃ。あ、ごめんなさい。体が赤くなる病気って知ってますか？体が痛くなる病、はあ、まさかとは思うが、最終的には角が生えてきたりとかしたかの。角生えてきました。ああ、それはあの真っ赤っか爆発病じゃ。真っ赤か爆発病？いつ頃からその病気になっておったんじゃ。
え、今日の昼ぐらいですかね。ってことは今夕方じゃからあと20分程度で大爆発して死ぬの。え、大爆発して死ぬ。え、どうすればいいんですか、直す方法とかは。ちょっと待っとれ、ちょっとチェストからダイヤモンドを取ってくるぞ。ダイヤモンド、あ、ちょっと待っておきます。よいしょ。あ、おばあさんや。おばあさんいんの、神様に。おばあさん、ダイヤモンドください。神様なのに下手なんだけど。いいよいいよ。あ、戻ってきた。どうでしたか、ダイヤモンド。ばあさんが怖いからの。怖いんだ、ばあさん。ボコボコにされたわ、今。ボコボコにされたんだ、そして。ええか、このダイヤモンドをその少年に持たせれば、はい、熱がすべてな、そのダイヤモンドに吸い取られて治る。え、そうなんですか。え、ちょっとはい、本をな、最近読んどらんくて若干うろ覚えなんじゃが、多分治るじゃろう、はいはい、それでの。ありがとうございます。すいません、なんかお礼できるかわかんないですけど、このうんちみたいなのあげます。あ、うんちくれるんか、ありがとうの。よし、ばあさん、うんちもらったぞ。言っちゃった。今夜は一緒に食べような。え、うんち食べるの。皆さん、ダイヤモンドゲットしました。これをケンタロウに渡せば治るっぽいんで、ケンタロウのとこにね、行きましょう。よし、着いた着いた。いた、大丈夫かな、ケンタロウ。ケンタロウ、大丈夫大丈夫。お兄ちゃん、どうした、どうだったの。解決方法見つけたから、とりあえずちょっと待ってね。何解決方法って、うん、はい、ケンタロウ、これなんかダイヤモンドを持ってたら、あの、自分の熱がダイヤモンドに吸収されて元に戻れるらしいから。はい、ダイヤモンド。え、持ってないの。うん、ずっと持っといて。そう、いい感じ。え、苦しいの。え、おかしいな。え、ちょっと顔が大きくなった。次、ダイヤの効果は。いや、分かんない。ん、神様、何、どうした。あの後な、心配になって一応本見たんじゃ、解説の本を。うん、そしたらあのエメラルドじゃった。エメラルド。え、じゃあダイヤじゃ ダメなんだ。ダイヤは逆にこの熱を倍増させるやつ。倍増させる。ちょっとそれもやばいぞ、もう手遅れじゃ、逃げた方がいいぞ。え、ちょ、神様、もう逃げる。逃げないで、おい。ばあさん、ばあさんやー。嘘だ、ケアタロ、ダイヤ離して、ダイヤ離して、ダイヤ離して、早く。これ、ひっついてる、エメラルド。え、ダメなのか。やばい、どうしよう。逃げて、くそ。え、なにこの音。逃げよう。ごめん、ケアタロ。やばい、なんのこの、なんだこの音。え、なんか落ちてきた、ケアタロの方から。やばい、くっそ、逃げないと。逃げろ。はあ、逃げ切れたか。うん、逃げ切れた。うお、やばいやばい、ここまで来てる。やばいやばい、やばいことになってる。何がどうなったんだ、すごい爆発の威力だ。ちょっと水で一回見に行くか。ケナ太郎生きてるかな。さすがにこの威力じゃケナ太郎もう無事じゃないだろうな。うわ、すごいことになってる。ここなんか黄緑色のなんかがいる。よいしょ。え、巻緑のケナ太郎がいる。え、なんか変な色になったんだけど。ケナ太郎、おーい、ケナ太郎、なんで生きてんの。お兄ちゃん、声が変わってる。ドガ太郎、よかったね、ケナ太郎。ドガ太郎やないか。動画と記憶ない。ケナ太郎、なんかおかしくなってる。まあいっか。はい、ということで皆さん、ケナ太郎黄緑色になっちゃったんですけど、今後これで動画撮ります。生きてるならいいや、もう。バイバーイ。うおー。